企業が存在したダービーのフライヤーゲートにある鉄道橋、ノッティンガム駅にあるハンディサイドの名版、1846年頃ダービー植物園用に制作された牡蠣の一つ、ダービー博物館、美術館で展示されている。アンドリュー・ハンディサイドは19世紀にイギリスのダービーに存在した鉄鋼関連の企業である。以下、この企業についての記述では、 ハンディサイドと称する。創業者はアンドリュー・ハンディサイドである。アンドリューは1805年にスコットランドのエディンバラで生まれ、長時ておじのチャールズ・ベアードがロシアのサンクト・ペテルブルクで展開するエンジニアリング事業に学んだ。1848年、ダービーにあるブリタニア・ファウンドリーに移り、その業務を引き継いだ。 ブリタニアファウンドリーが設立されたのは1818 18年で、創業者はウェザーヘッドとグローバーという2名の人物であった。同社は装飾用物を製造しており、その製品は高い評価を得ていた。その背景には熟練工の高度な技術と鋳造で使用する砂の質が高いことがあった。1840年頃にはオーナーの交代があり、 鉄道に関する製品の製造を始めた。初期の顧客には、ミッドランド鉄道のダービー工場があり、蒸気機関車のシリンダーブロックなどの異物を供給していた。1847年、会社名をアンドリューハンディサイドカンパニーと解消した。異物の装飾品は流行遅れになっていたが、中鉄そのものへの需要は、鋼が登場するまでの間、中鉄鉄骨等、 産業において高まるばかりであった。アンドリューは素材の強度を上げる研究に集中し、1平方インチあたりの引っ張り強度の基準である17トンをはるかに上回る20トンから23トンのテストに成功した。1854年にはロンドン郊外のウーリッジでのことであった。アンドリューはまた芸術的感覚も失わずにいた。彼の発想は庭に配置する。 装飾的置物から鉄道用橋梁に及んだ。新たに設置された街路のガス塔の支柱、最初の近代的な郵便局のポスト、約2000種類に及ぶ窓枠を製造した。成功法を編み出したヘンリー・ベッセマーには、温室用のドームを供給した。1840年から1846年の間には400の橋梁を製造し、ロンドン・ブライトンサウス・コースト鉄道に収めた。 ハンディサイドの工場では、圧縁機、ハンマー、担造用機械、プレス機械を自社で使用するために製造していたが、後には他の企業や新たな製鉄所にも供給した。19世紀半ばには、アーチ構造物の建造を開始した。1854年には、駅のホーム部分における列車用ワ屋を建造した。ブラッドフォードアドルファス通り駅、ミドルズブラ駅。 セントイノック駅などがその例である。1870年にはハンディサイド製のプレハブ工法の建造物は世界各国に輸出された。1871年、ノッティンガムのトレント橋を建設。翌1872年にはロンドンの吊り橋、アルバート橋を建設。他、ロシア、日本、アフリカ、南アフリカ、南アメリカ、カナダ、インドなどでも、 橋梁や建築物の製造に携わった。それら建築物の多くは今なお使用されている。1874年、ビル、プラント、機械装置に対する減価償却を損益に反して支払わねばならなくなり、不幸にも税調査官は同意しなかった。ハンディサイドは控訴では、勝訴したが、後に財務裁判所において敗訴した。1877年、 グレート、ノーザン鉄道の路線がダービーまで延長された。その際、ダーウェント峡国を東からまたぐ長大な高架橋が仮設された。その高架橋は裕福な土地であるフライアゲートを含むダービーの北部を横断していた。住人感情を和らげるべく、稼働橋は優美な外観とされた。当初は罵倒されたが、 現在は市民に称賛されており、近代的なバイパスへの付け替えへの抵抗が継続されているほどである。ハンディサイドはまた、ダーウェント川をまたぐ橋梁も制作した。その橋は、機関車6両が渡るテストも行った。同年、チェシャー鉄道委員会は、新たな路線を開業し、ハンディサイドは、マンチェスター中央駅とリバプール中央駅の建築を担当した。その他、 ハンディサイドによる建築物としてはベリーにある1881年に木製のものから掛け替えられたラテンストール線のアウトワード橋がある。この路線は1966年に廃止されたがネイチャートレール用の通路として橋は現存している。ハンディサイドが手掛けた最大の建築はロンドンのオリンピアである。1886年に完成した。 このホールは一時間でカバーされたホールとしてはイギリス最大のものと言われている。左右に流れるのがマンチェスター運河。左の橋がバートン回転運河橋でブリッジウォーター運河をつなぐ。右はバートン道路回転橋。1893年ハンディサイドはバートン回転運河橋を含むマンチェスター運河の建築物を担当した。現地に運ぶ前には 周到にも裏庭で組み立てとテストを行った。1887年、アンドリューが死去。ハンディサイドは19世紀前半まで存在したが、20世紀前半の閉鎖までに徐々に規模を縮小した。鋳造所の敷地は宅地化された。現在は、ハンディサイド通りという通りに名称を残している。長岡市小石河川公園に保存されている旧、小石橋。 ここに例示した各駅の英語版の項目を参照すると開業年がずっと後年のものがある。これらの整合性については初版執筆者の知識不足ゆえ訳質が誤っている可能性があるため当該項目を参照の上各自で判断されたい。英語版はブリーファブリケイテッドマーケットホールズとあるが文章のつながりから建造物と訳した。すべて英語のサイトである。 ありがとうございます。